皆さんこんにちは。今回は兵庫県神戸市兵庫区の和田岬線にやってきました。先ほどまで103系が走っていましたが、現在は午前の運転が終了しています。入れ替え灯がついた DD200 型がやってきました。今から川崎車両兵庫工場を EF210 型電気機関車が出場します。和田岬線のポイントを元に戻します。手動転轍機はかなり重そうですね。351号機は神戸貨物ターミナル駅に向かいます。増備される機関車がある一方、役割を終えて解体されていく機関車もあります。JR 貨物は国鉄形式の機関車は基本的に全般検査を行わないことを発表しており、現在活躍している電気機関車も検査期限を迎えると廃車となります。国鉄貨物の立役者として君臨してきた多くの電気機関車が最後を迎えようとしています。また地下化された梅北地区の大阪駅がかなりの急勾配となることで、列車を後押しする補助機関車を最後尾に連結することが決まっています。老朽化した機関車の更新も含め、 JR 貨物は EF210 型の追加増備を発表しています。神戸貨物ターミナル駅で先ほど川崎車両を出場したピカピカの機関車が試運転前の点検を行っています。この姿を見ていると、着実に世代交代が進んでいるように感じられます。国鉄型電気機関車の終焉は近いのでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。